名前は知念健雄、今年で満75になります。あの当時はですね、ちょうどあのベトナム戦争が真っ最中で、あのそれでアメリカからの GI がすごい、あの大学の選ばれた人たち、そういう人たちがもう戦場に送られても、だからもう組手なんかも、特に僕はもう細かったですから、組手やってももう壁何回も叩きつけられて、あともう行きたくないというぐらいまで、ね、なっていましたけど、でももうまあ一応なんか強くなりたいみたいなの願望があって、それでまあ続けたっていうのはありますけどね。まあ特に喧嘩にっていうわけでもないけど、でも男なら誰だってあるじゃないですか。自分の体が弱ければ弱いほど、その劣等感っていうか、なんとかよじ登りたいっていうか、